大人の世界にようこそ。はい、じゃあ本日もねガチャの方やってまいりたいと思います。本日はね月1コレパワーガチャ、あとサービスガチャの方で何枚かというかマックスですね、この WWA マッスルアパレルシングル5回分、そして前回かな、その前引いた人気超人大盛り筋肉フェスね、エクスキューショナー、これも、シングルガチャ5回分ありますんで、こちらの方引いてみたいと思います。はい、まずはねいつも通りデイリーから、ちょっと超人玉がねやっと少しずつ溜まってきてる状態なんで、今ね中途半端にガチャを引いてもまあちょっとまたゼロに戻ってしまうということなんで、ちょっと今はね温存させていただいてね、次回ドーンと使う予定ではいますんで、はい、じゃあスキップスかな。はい、じゃあというわけでね、月1コレパワーガチャね、いつも言いますけども1ヶ月に1回のお楽しみ、当然レベル10までね上げてますんで、はい、星5超人2体は保証ということで2体出ますからね。はい、まあここにいるこのバナナ超人なんかまず私見たことないんですけど、あ、こんなのもいるのねみたいなのが大概出て終わるというねパターンなんですけども、たまにこういうお肉超人も欲しいですよね。はい、では行きましょう。はい、レベル10 2台いきます。さあなんだ、さあなんでしょう。あえてリベンジは行こう。はい、カメハメとか来ねえかな、ここで持ってないのでね、欲しいね。どうだ、お、止まった、止まったよ、止まった。はい、え、レオパルトン、こんなの持ってなかったの。これ見たことあるよ、このお祭りの格好してるやつ。1356、夏を彩る玉砕花火師レオパルトン。はい、まあ止まって、まあね持ってない提灯が出てくれたんで、まあ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 ね、よしとしましょう。はい、じゃあというわけで、はい、サービスガチャね、こちらの方交換所の方で、もらえますんで、アパッチの勇者チケットってやつ、これですね、これを貯めると、この私はもうこれね全部もらってるんですけども、はい、マックス5枚です。うん、5枚もらえますんで、そのマックスをね、集めましたんで、では早速これで引きたい、嬉しいですね、超人玉も使わずっていうね。はい、引きたいですね。じゃあこのマッスルアパレル、これ持ってね超人が結構多いんで、もう何が出てくれてもいいかなという気はするんですけど、このアシュラマンも当然持ってないですし、悪魔将軍、あとこれなんだろう、シルバーマンかな、うん、とか、まあソルジャーも持ってない、うん、ほとんど持ってないんで、はい、いきます。漆黒シリーズですね。はい、はい、首投げ、まあね、まあこれはだってブロンズも混ざってるぐらいですか。おお、金、いきなり、おい金って、え、何、バファローマン、ちょっとなんか見たことあるぞこれは。1071、いきなり金出るから、そう、まあね、金出すけどさーって、そんないいやつ出すわけないじゃんっていうね。はい、そういうことですよね。はい、モアイドン、うん、さあ、あと3回やりますよ。でも、これでヘの突っ張りとか来るんだっけかな、なかったような気がするな、このマッスルアパレルは。どうだろう。はい、ウルフマン、はい、ヘの突っ張りとかね、シングルガチャでヘの突っ張りって私見たことないんですけども、はい、来んのかな。はい、クビラに行きましたよ。金まだあるよ、いっぱい、うん、はい、なんだい、最初の1回だけかよってね思うんですけど、じゃあ最後真ん中行こうか。はい、ね、どうせ来ないんならもう真ん中行こう。金、金、こんなに見えるのに。はい、シルバー、はい、まあね当然ね来ないですよ、シングルではね。だいたいまあシングルで11回引いて1体2体の確率ですから。はい、じゃあ人気超人大盛り筋肉フェスティバルね、ニックフェスは私ね非常に相性がいいね、マッスルフェスと並んでね、ガチャなんで、ぜひともね引いてみたいな。これでエクスキューショナーなんか出たらねすごいですね。はい、では行きましょう。シングル5回、さあ、これヘロツッパリあるんじゃないかな。じゃあ、リベンジャー、はい、もしねピックアップ確定だったらヘロツッパリあると思うんですけど、うん、まあシルバーかな、まあ出ないかな、うん、さあ、まあシングル5回ですからね、うん、よっぽどもう運が良くなければこれは。またじゃあこれリベンジ、はい、
まあ、運というかもうなんだろうね、もう、まあ、運といえば運なんですけども、まあね、それまでにどれだけガチャを引いたとかね、そういうまあ確率の問題だと思うんで。おお、ヘナツッパリ来た、ヘナツッパリ来た、シングルガチャでヘナツッパリ来たよ。初めての体験。なんだよおい、シングルで引いちゃうの。はい、行きましょう、リベンジャー。なんでしょう、まさかエクスキューションの出るの、ここで。ピックアップ確定ですから。でもなんだ、はい、なんだよおい、ウルフマンが持ってる、ウルフマン、これも、なんでウルフマンなんだよ。しかも金のも持っててさ、もうお腹いっぱいなんだよ、ウルフマン。もう、あらゆるウルフマンを持ってるってね。いらないっていうのにも出しちゃうんだな。はい。ウルフマン、なんだよ、もう、すごく激アツだなと思ったんですけどね。やっぱ透かしてくるね、その辺はね。はい。ね。お望みのものは出さねえよって感じでね。はい。まあ1体でもね、5回引いてね、出たんですから、まあね、悪くはないとは思うんですけども、はい。しかもピックアップでね、ちょっと夢見させてもらいましたよ、ちょっと一瞬ね。はい、ペンキマン。はい。以上ですね。はい。一応見せ場は作ったんじゃないですか、なんだかんだでね。はい。まあ、あとはいろいろありますけども、まあ、ついでだから12回っていうのをこれ引いちゃおうかな。はい、これを比較的新しいね、持ってない超人も、そこそこいるような、ガチャ。はい、次の。そっかー。でも初めてですよ、あれ、ほんと。11連だったらね、もう変なつっぱい何回も何回も見たことあるんですけど、シングルでも出るんだね、あってね。はい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 、うん。まあ、こういう感じでね。うん。まあ、古い超人ですよね、大体ね。うん。はい。以上ですね。というわけで本日はね、無料ガチャを中心に、引いてまいりました。うん。まあ今のところ114玉ということで、もう少し貯めればね、44連引ける150玉まで届くんでね、もうちょっと頑張ってちょっと集めたいと思います。はい、というわけで本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。